次回の更新は7月16日日曜日です。次回の番組内容をお伝えします。街の出来事では、市内で行われたイベントの模様をお伝えします。心と体の健康について考えるコーナー、元気のツボ。次回は COPD についてもっと知ろう、 COPD ってどんな病気？後編をお送りします。津市の放課後児童クラブの活動の様子を紹介するコーナー、探検学童クラブ。次回はアフタースクール未来を紹介します。定例記者会見での市長からの発表内容をお送りします。続いてミニ情報のコーナーです。今回は6月1日現在の住民登録数をお伝えします。世帯数は 128,639 世帯で、前月より105世帯増加しました。人口は271,757 人で、前月より全体で106人減少しました。読んだ本の面白さに感動し、たくさんの人にこの本を読んでほしいと思ったことはありませんか？みんなのポップ作りコンテストと題し、市立図書館や学校図書館に所蔵している本を紹介したポップのコンテストを実施します。おすすめしたい本への思いをキャッチコピーやイラストを添えて1枚のカードで表現してみませんか？対象は市内に在住、在勤、在学の人で、募集期間は7月14日金曜日から9月8日金曜日までです。応募方法など詳しくは津市図書館ホームページをご覧いただくか、津図書館電話059-229-3321 までご連絡ください。この後は市役所からのお知らせをお送りし、続いて三重テレビで放送中の津市情報発信番組ツイートツイートから、6月25日に放送したリニューアル若杉の里キャンプ場をお届けします。次回も津市行政情報番組まるっと津ガイドをぜひご覧ください。このふるさとみんなの優しさが好き。